はい、できました。では食べましょう。ではいただきます。ナイフと方向が食べやすいかな。足きたけど、うまっ、ソースうまっソースやばない。今日の弁当ね、めっちゃ美味しかった。最近の人って料理できへんねんな。うん、だから料理できる男の人ってかっこいいねんな。かっこいいね。女の人からしたら、うん、男の人って料理できたらかっこいいよ。料理をできる女の人から見ても、うん、みんな高い食材買ったら無駄遣いっていう、うん、じゃなく、もちろんな、安いに越したことないけど、安っ。あ、キクイモか。じゃがいもってキクイモ、あんなやつな。いや、あれ、生姜、158円、高いな。高知の卵が98円。いや、むしろこれ美味しいね。タレ乗りすぎるけど、最近払うようになったら砂糖くれなんかしよう。うん、これ砂糖飲んでて、なんか砂糖飲んでて、ね、この人料理とかしたことないんじゃん。かわいいよな、普通。なるべく、スーパーの駅。最近の人は料理できない。できないとかせえへん。出た、東京ドーム75個分。なんか長いけど待っていくのかもしれない。大丈夫やろ、来る。このチャンネルは見せるの。いや、かかったらまた消すだけ、音だけ。こんなん作りたいな。行ってみたいと思ったけどさ、うん、行ってみたくなかったよ。何が？え、なんで？なんか、めんどくさくない？うん、めんどくさいから。僕は行って、ちょっとあげるかな。結局そんな変わらへんから、楽しそうじゃねえし。冷蔵庫じゃなくて、そうですか、テイクアウトにしよう。決まりして、冷蔵庫施設とかやって決まるだけって。冷蔵庫に行くから、感じ見ると、伊勢さんだとカンテッドを思いますね。
なんでゲストか俺引っ張ってんの。今日マヨ、ごまマヨや練りごまとマヨと混ぜて、人数になった生だけ、うん、当たり前生野菜やったら食べてくれるじゃん、煮野菜も食べてよ、焼き野菜とか煮たり焼いたりしたら逆やねん、子供って青臭いから生食べへんのに、煮たりしたらそれはもう出がらしあいつって煮汁食べたそれだよ、うん、お茶っぱ食わへんのお茶っぱ下からあげればお茶の匂いするんだよ、抜け。結構来てやすいけないぜ。いいなこれ。サバイバルね。ちょっとちょっとビビってる。ちょっとビビっとって。うん、ビビってた。なんかあえて火つけたかっこいいな。葉っぱとかで、燃えるやつや、ケーキみたいな、あれだけで、そんな安売ってる、その辺の葉っぱにちょっと燃やすかっこいいね、火つけられるだけでかっこいい、バーベキューの火起こせる人かっこいい、怖い、なかなか火つかへんねバーベキュー。この前地横取って神社でな、あれこうやって焚き火するやん、あれ時などっかのお寺の坊主が来てな、シャシャってな、で櫓組んでな、櫓組んでそのあれしっかり組んで上から火つけるって言うねんて、じいは櫓はふわっとこの下から火つけんねんって。なら違うって、お寺でなんや炊き上げるときは上からなんやかいちゃしゃねんって。神社は炊き上げして巻きくべへん、上にお札とか入れへんやん。だから下から火つけて崩れて広がって燃え切らなあかんって。神社と寺知りようがないあいつとか言って怒った。坊主に。うちの宗派の坊主ってあんなこと言わへんのに、よその宗派のクソ坊主って怒った。坊さん手伝いに来るね、坊で神社手伝いに来るねとか言ってなると思った、はいが弱い、不審者さっき持ってトントンってやるな、割れちゃったかっこいいな、やり方がちょっと人はこんな仕事が似合ってる、
どうしたら違う。あ、うまいよ。ハガマでご飯でどっかのコマーシャルみたいな。なんまやな。発煙ため特別持ち方の許可。入れ替わるやつか。番宣やっとったわ。ちょっと面白そうやつ。なんか一緒だれ。無事だけしてるよ。あの前弁当に入れたらあれやん、ソース吸いすぎて辛かったやつや。見たことないですね。見たことないですね。エバグリで売ってる。美味しい。これバターでな、やりちゃん美味しいんだよね。バターにな、ちょっとソース入れようかも。醤油とかソースちょっと落とすやろ。染み込んでな、旬でな、辛なんね。バターだけで焼いてほしいかも。これキノコの豆だからな。バター塩味あるやん。あら、これこんなんじゃん。美味しかった。今日のハンバーグね、そんないい道いいことは悪いことはないんだけど、
まあ普通のミンチ、国産牛のと国産豚の合いびきミンチやってんけど、うん、塩加減とねソースがめちゃくちゃうまい。今の映像見たらさ、またまたで、あって、石山みたいな。アイドソンにしたね、モバイルバッてプチュンってさして、プチュン。高いな。はい、ということで今日のあっちゃん家の晩ご飯は。ワンプレートディッシュ、あっちゃんのスペシャルハンバーグでした、寒かったけどね、一生懸命こねこねして作ったハンバーグでした、美味しかったです。ソースがめっちゃ絶品。はい、ということでね、ソースはあっちゃんの作り方動画、4時半ぐらいに上がった作り方動画を見てくれたらね、最後の方でソース作ったんで、ソースだけでも真似してもらったらめっちゃ美味しいんで、ぜひぜひ、ということでね、今日のあっちゃんちの晩ご飯のハンバーグ美味しかったです。ごちそうさまでした。ではまたね、今日のあっちゃんちの晩ご飯のハンバーグ良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。